あとは今アンダー23アジアカップウズベキスタン大会、こちらはレッズのキーパー鈴木ザイオンが参戦していまして、え、今日オーストラリアとマテウス冷静ボールを出してきました。石田がスカイ一人行きましたね、手前がいたと、うん、やっぱ稲垣が走ってくる、まあ、みんなそれぞれの特徴がしっかり合わさっている良い攻撃ですね、巻いてきます、ゴール、ショルツ先制レッズ、武田は出られませんでした。シルバーがショルツを見てたんでしょうか、キーパーのところが少し下がりながらになったと思うんですけども、武田からすると、まあ、自分の目の前に味方も、まあ、相手選手もいて、フリック、大友セットプレーで追加点、今度は伊藤敦樹前で反らした形になりましたかね。そうですね、秋元が反らして、で回り込んだ伊藤が決めたと。まあ、続けて岩尾の、まあ、阿部の方が、まあ、どちらかというと足元の技術があってボールが持てます。ちょっと押されましたがボールキープで大久保が行く、右足で打ちに行く、まあ、後ろ向きでも前向きでも、で相手が近くに寄せてきても非常に自信を感じるプレーが続いてますし、まあ、雨なんですが足元関根戻し、伊藤ワンツー、これで関根が見事なワンツー、追加点レッズ。まだ江坂があのフレキシブルにあのポジションは動かしてるんですけども、まあ、から入宮本はディフェンスラインの背後、関根ヘッド、はい、まあ、ゴール方向からしっかり見てチャンスがあるので走って蹴るっていうすごくシンプルな攻撃なんですけど、まあ、質が止まったので良いね。相馬狙う、足の間を抜いてると、レッツも今キリンが速い、試合終了、レッツにとりましてリーグ戦の勝利は3月19日ジュビロ戦以来。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push NotificationsLike, subscribe, push notification.